タワービルダー機能編、外部のプログラムを実行する方法について解説していきます。この動画はタワービルダーの情報ページタワービルダージャパンポータルに掲載のチップスから抜粋したタワービルダーの機能を理解し、さらに使えるようになるテクニックについてご紹介します。それでは行ってみよう。ここから具体的な使い方を紹介します。バッチファイルや実行ファイルなど外部のプログラムをタワービルダーから実行するには欄関数を使用します。欄関数はオペレーティングシステムから実行する任意のプログラムを実行することができます。必要に応じて任意のプログラムが使用するパラメータを1つ以上指定することもできます。概要欄のリンクをクリックして Tips も見てね。また見てね。